雲山の新入禅寺にある心院禅寺と雲井山は中国厚生省急行市永州県に位置している。もともと王山と呼ばれ、中国では仏教の名山として有名な場所である。中国十大仏教名山にも数えられ、山頂にある新入禅寺は中国禅宗の発祥の地と言われている。寺院の周囲は山林に囲まれ、竹、赤松、お茶、栗、 九位三座市などがこのエリアの名産品で、朝鮮人参や王勢などの漢方薬も名産品に含まれている。総面積は216.5平方キロメートル、標高は969.7メートルになり、2000種以上の植物が生息している。特に樹齢が1000年を超える樹木が多数あり、イチョウやクスノキなどの樹齢1000年を超える樹木が見どころの一つである。 真夏でも気温が22度を超えないと言われ、秘書地にもなっている。この地に仏教をもたらしたのは、雲井道洋、相当州の道山領海と、総山本尺であり後世の道山と総山になる。北宗時代に、新州直改めが、新女善寺と改名され、現在に至っている。新女善寺は、禅州のお寺であり、古代には、臨在州の代表的な人物も多く輩出した。 現代であれば、中国仏教協会の会長であった一世法師も、またこの地で修行に励んだ。また古代中国の文人である城、巨やイ,イケルトーバ、仏印などもこの地を訪れたことがあり、名作を残していった。ありがとうございます。